ジ流作、ゴーギャンへのオマージュピエール・ジ流は、フランスの画家である。ポール・ゴーギャンのスタイルに強い影響を受けた画家であり、20世紀の、初めに、ロシア人芸術家のマリアンネイ・フォンベレフキンと、アレクセイ・フォン・ヤウレンスキーの友人になったことから、表現主義の画家たちと行動し、ミュンヘンシン芸術家協会のメンバーなどとして、活動した。パリで、工業会社、 三五番製造のエンジニアの息子に生まれた。1879年に父親がマルセイユの支社長になって家族とマルセイユに移った。父親は熱心なアマチュア画家で10歳の時には息子に油絵の道具を与えて絵を描くことを勧めた。学校を卒業し、軍務を終えた後、風刺雑誌に絵を描き、1900年春に父親の資金援助を受けて、 パリに移り画家の生活を始めた。基本的に独学であったが、ジュール・モンジュのスタジオを訪れ、ジャック・ビヨンや、フェルナン・ピエ、ファビアン・ローネーといった画家たちと付き合い、ルーブル美術館を訪れ、ロートレックやセザンヌ、ルヤンクタン、ファン・ゴッホといった画家の展覧会で作品を研究した。社交的な人物で、当時の画家たちと友情を保ち、有力な画商に好まれ、画家として、 成功を収めた。様々な画家のスタイルを試み、ポール・ゴーギャンなどによって始められた、クロワゾニスムのスタイルの作品を描いた。フォービスムが注目を集めた1905年のサロン・ド・オトンヌに、アンディ・マティス、アンドレ・ドラン、アルベール・マルケラと作品を出展し、初期のフォービスムの画家の一人に数えられる。ピエール・ジリューの代表作、ゴーギャンへのオマージュは1906年に描かれた。 1896年からミュンヘンで活動していたマリアンネ・フォン・ベレフキンとアレクセイ・フォン・ヤウレンスキーが1906年にフランスに約1年間滞在した時友人になりヤウレンスキーらは自流の故郷に近いソセレパンの保養地に滞在したヤウレンスキーらに自流のスタイルは影響を与えたとされる1907年に自流はイタリアを旅し シエナで初期のイタリア美術を学び、色使いに影響を受け、神話などを題材に描くようになった。1908年の末から、ヤウレンスキーらが立ち上げた、ミュンヘン新芸術家協会が開いた1909年12月の第1回グループ展に、ヤウレンスキーとの友情のために参加し、この展覧会に参加した、唯一のフランス人画家となった。 翌年協会の正式なメンバーとなり、第2回のグループ展には、自流の仲間のジョルジュ・ブラック、アンドレ・ドラン、キース・バンドンゲンといった、フランス人画家たちも参加することになった。バシリー・カンディンスキーとフランツ・マルクラのミューン編の前映画家とも交流し、カンディンスキーらが創刊した総合的な芸術年刊誌の青木氏に、シエナの海外に関する論文の寄稿を求められたが、 執筆の遅れにより実現しなかった。ベルリン分離派を脱退した青木氏のメンバーが結成した新分離派の展覧会にも参加した。第一次世界大戦が始まり、ドイツの画家との交流が途絶え、戦争中は軍役に就いた。1920年代は壁画の作成や版画を制作し、本の差し絵の仕事もした。ありがとうございます。